タイヤが届きましたので実際に組み付けていきたいと思います。新しいタイヤが届きました。ちょっとパターンを揃えたいので前輪と同じパターンのやつにしました。で、前回のこの前輪タイヤをこうタイヤ交換のナップスさんのところでこう前輪交換してもらった時にその説明、ブログ、その前回前輪交換したタイヤ交換時のブログを整備ブログの方でやってますので、そこをちょっと見てほしいんですけど、前回がチューブレス、前輪もチューブレスタイヤなんですけど、チューブレスホイールにチューブ入りのタイヤがついてたんですよね。で、それが疑問で、ひび入ってたから交換しに行ったんですけど、で、そっちで言われたのが、チューブレスタイヤに、チューブタイヤを入れること自体がまず、うちではやんないよねって言われてたんですけど、で、いざ交換に持ってったら、これ実際整備のところの場所に行って、やってもらったんですよ。やってもらって、実際にこの整備の部門のところに入れてもらって見せてもらったんですけど、ここがなんすかね、一応つければするけどちょっと不安だからチューブ入れた方がいいですよって言われて、そう言われたから、でもできる、前回やらない、チューブレスホイールにチューブタイヤ入れるのうちではやらないって言ってたけど、なんでかなって、そういう状況なんでしょうけどね。そのホイールが古いもんだからチューブレスだとちょっともしかしたらリムから外れるかもしれないみたいなこと言ってて、大丈夫かもしれないけど不安だからチューブを入れた方がいいですよって言われて、それで、じゃあお願いしますって言って、それで仕上げてもらったので、じゃあチューブレスホイールにチューブタイヤを入れることができるんだってことが一応分かったので、じゃあ自分もそうしようかなと思って。ただこれ自体、古いというかモデル自体は古いモデルだとは思うんですけど、でもこれも結構塗装されてるっぽいので、後から物自体は古いものとして考えて差し支えはないと思うんですけど、だから不安だったのでチューブ買ったのでそれ入れて組もうかなって思います。とりあえずはナップスさんの言い分を信じる形にはなるんですけど、で今回はそのチューブレスホイールにこのチューブタイヤをセットするっていうことをしていきたいと思います。チューブレスホイールには普通はチューブレスってそのチューブいらないってことなので、単純にこのタイヤをはめてこの虫ゴムって自転車かなんて言うんだろう、このバルブを入れて、あとはもうただ空気入れるだけで終わりなんですけど、チューブの場合はその中にチューブを入れるってことですね。で、本来だったら必要ないんですけど、古いホイールはちょっと危険だからチューブ入れた方がいいですよって言われて、前回そのナップスさんがやってくれたのでそれができるってことと信じて、自分もチューブレスホイールにチューブをつけていきたいと思います。実際合ってはいるんでしょうかね、それって。正直何とも言えないんですけど、でこれはそのチューブの真ん中にこの入れるやつなんですけど、チューブっていうかチューブを入れる前にホイール、チューブがこのホイールに当たるわけですから、それが何て言うんですかね、このホイールに当たって傷とかでチューブが傷ついてパンクとかしないようにとか、そういうやつだと思うんですけど、はい、OK ですね。で、こっちにはめたら、まずこっちのセットは完了ですね。じゃあ早速もうホイールにタイヤをつけていくんですけど、ビードワックス、このタイヤのこの画面、この
タイヤのこの縁がこれ滑んないと結局入んないので、こうゴムってこう引っかかっちゃうじゃないですか、滑らないから。だからそっちが引っかかっちゃう、ここにもうワックス塗っちゃって、で滑らせて入れやすくするってことをするので、じゃあまずビードワックスを塗りましょうか。これらも基本的にはもう Amazon で買ってますね。なんかこう水っぽいものだと思ったら全然そんなことなくて、もうなんかバターを塗り広げてるって感じですね。まあそこはどうでもいいのかまあこれってケチってもしょうがないですから、おそらく、まあ、単純に油なんで、まあ、たくさんつける意味はないけど、少ないよりかは多い、まあ多い方がいいって言っても変だけど、結局滑らせないと意味ないので、そういう意味ではまあケチらず塗った方がいいでしょうね。で裏返して、まあこれ自体も本当タイヤ交換の経験でってこうやってはいますか、実際これ組むものなので、なんていうか適当にはやってられないですよね。実験動画でああ楽しかったねってわけじゃないので、実際これにまた組んだらつけて走るんですよ。だからなんか変な感じにならないようにしないと、だなんでしょうね、こう結構タイヤって命に関わるところじゃないですか。だから割となんていうかあんまりこうこれでいっかみたいな感じにしないように組んでった方がいいですよね。結局滑ってくんないと入んないんですよ。外す時もそうでしたけど、結局滑らないとこのホイールに引っかかってこの取れなくなっちゃうので、もう何も塗ってないよりかはいいでしょうね。まあチューブは後から入れるんですけど、ただ新しいタイヤってやっぱりなんか硬い感じしますよね。こう入ってくれるのかな。あ、でも滑るとやっぱやりやすいな。よし、そういうことか。やっぱりこう一気にやろうとせず、もう地道にちょっとずつ進んでいくっていうのがもうコツでしょうね。よし、できたできた。ふう、まあ外した容量が分かるからまだなんでしょうね、こうコツというか、なんか何も知らない時よりかは結構できますよね。でこうチューブをこう入れて、でまた今度ここリム入れてセットするって感じですね。地味にこの作業すげえ疲れるんですよ入ったー。よし、ああ大変いやーこれ思ってたよりやっぱほんと力仕事っすね。いや後半もう力がなくなっちゃって、もう力入れきれなくて、いやもう筋トレほんとやんないとな。やってるんですけどねやってはいるんだけどなかなかな。一応このまあタイヤってこうなってるじゃないですか。でチューブをこう中に入って膨らませてまあやるってこと、まあそのこのパンってこのパンってなるんですか、このはっつくので、このこうなってるじゃないですか、ビートあこのホイールがこうなってて、でこうなってるタイヤがここにこう張り付いてここに空気が入るんですけど、その中にチューブ入れてるんですよね。だその隙間にこのチューブがこう挟まっちゃって、そのまま膨らませるとここで破裂しちゃうので、そうならないように隙間をこうちゃんとこの中にチューブが入ってるかっていうのをこう隙間から見つつ、もしくはこうクランプで挟みながらこうチューブがこう
なんか挟まってないかなっていうのを確認してから空気入れて完成って感じですね。いやちょっとじゃあ一旦まずはチューブが入ってるか分かんないけど、ちゃんとちょっと一旦あれ緩めない方がいいか。よいしょ、じゃあちょっと手を洗って確認していきたいと思います。